はい、おはようございます。今9時15分、8時に出ました。で、ターミナル2に行ってバス、バンコクのバスターミナル、バンコク行きのチケットですね、それ買いました。で、今ここブルーテンプル来ましたね。はい、よいしょ。名前がワットロンスアテンブルーテンプルっていう風に呼ばれているようです。はい、ね、ホステルで、台湾人の方と知り合って、今日は一緒に回ってます。はい、綺麗だね。すごいね、中国人の団体客が。いや、綺麗だね。中入れんのかな。あ、中は入れないんだ。中入れないんだね。うん、残念。今日はね、チェンライの北の方にずっと行こうと思います。よし、どこだっけ、ブラックテンプルっていうのがあるらしく、黒いお寺ですね。あと何か所か回って、あと温泉にも行く予定ですね。はい、で、帰ってきて、で明日の夜とか夕方バンコクに行くので、それまで、南の方ね行こうと思ってます。ホワイトテンプルというのがあるのと、あとなんだあれです、温泉がありますので、はい、温泉も見て、帰ってくる。あ、温泉入って見てじゃないね、入って、ホステルに帰って支度というか、荷物まとめて、ターミナル2ですね、に行きます。ターミナル1と2とあります。で、ターミナル1は市内にありますね。で、ターミナル2は市外、郊外にある感じですかね。はい、で、わあ、綺麗だね、これね、いいね。あ、来てよかった。で、ターミナル1はね、ローカルのバスラインです。はい、で、ターミナル2は、長距離バス専用ターミナルと言っていいんじゃないでしょうか。はい、昨日セブンイレブンですねに行って、バスのチケットを予約しようと思ったらできないって言われましたできないって。チェン前ではできたんですけど、チェンライはできないようですね。はい、多分まだオンラインがつながってないんじゃないでしょうか。はい、そんな感じがしましたね。実はセブンイレブン 2,3 店舗回って、お願いしますってやったんですけど、ダメでした。はい、どこもねオンラインで拒否されたみたいですね。はい、まあそんな感じですね。いや、綺麗だね。うん、綺麗ですね。チェンマイは結構ごちゃごちゃしてるけど、チェンライの方はね、本当にローカルの街で、うん、どっちが好きって言ったらチェンライの方が好きかな。うん、あと機会があったらパーイも行ってみたいですよね。今度ね、パーイも行ってみたいですね。パーイはね、結構もうローカル、さらにローカルのようです。はい、あれ、友達どこ行っちゃったのまあいいか、ちょっと中入ってみましょうか。
要正齐，禁止自带食物饮料入内。Please dress appropriately when visiting temples. Take off your shoes, please. Please take off your hat and sunglasses. Food and drink are not allowed in the room.ああ綺麗だね。はい、本当綺麗なテンプルですね。お寺ですよね。うん、ミャンマーにはないよね、こういう和多いお寺ってね。あ、そういえば友達に頼まれてるんだよね。このデザインかな。このデザインで、違う色。あ、ちょっと探してみようか。あるかもしれないよ、ここね。あのね、Facebook に載せたんですよ、ナイトマーケットのやつをね。でそしたらね、タイの友達がね、この色が欲しいって言って、オレンジ色っぽい感じのやつが欲しいって言われてね、今探してるところなんですけど、なかなかないね。うん、ちょっと聞いてみますね。はい、これがね、正門ですね、正門。うん、いや、綺麗だね。うん。これからね、ブラックテンプルかなに行く予定ですね。はい。いや、あれだね、ミャンマーとやっぱり全然違いますよね。あのミャンマーとかだと、あのパゴダの中でご飯とか食べてる人が結構多いんですよ。で、まあ、くつろぐ場ですよね、になってるんですけど、タイはね、やっぱり中、あのお寺の中でご飯食べるのはアウトですね、ダメということですね。はい。で、あと、そうですね、あの敷地もね、あのタイはその本当のお寺だけがあのその靴を脱ぐっていう形ですけど、ミャンマーはね、もう大体基本的にはもうこのもう本当はここもね、あのあれですね、裸足で入るところが多いんですけど、あのタイはね、本当のお寺だけ中心だけ、靴を脱ぐというところが多いですね。はい。まあ、そういうところがちょっと違うかなっていう気がしますね。うん、まあ、国が違えばね、仏教も変わってくるんでね。はい、不思議だよね。国境でこんなにもう違うものなのかなっていうふうに思いますよね。はい。ね、ここにも何軒か洋服屋さんね、があって、あそことかね、あそこにもあるんですけど、同じね、デザイン、あのタイの友達がね、欲しがってた同じデザインのものがあるんですよ。ただ色違いね。で今画像を送りました。どう、これ違うデザインだったらあるんだけどっていう風に送ったらね、やっぱり色がいいみたい。うん、確かにね、いいデザインでいい色なんだよね。うん、そう、なかなかあれはないね。うん、まあ、とりあえずね、探してみることにしましょう。ね、なければごめんなさいということで、なきゃどうにもならんもんね。うん、そう、あそこにもね、あの同じデザインのやつはあるんだけど、うん、なかった。残念。はい、間違えました。ワットプラタートに来てしまいました。ワットプラタートね、ワットプラケオに行こうと思ったんですけどね。間違えました。はい、まあいいでしょう。あ、なんかすごいミャンマーにいたんですごい違和感がありますよね。こういうところももうミャンマーだと
裸足なんで、なんか靴を履いて入るのがなんかすごくね違和感がありますよね。こういうところがミャンマーとタイの違いかなっていうふうに思いますね。そう、足を踏み入れた瞬間に、あ、サンダル大丈夫だろうかっていうふうにすごく思ってしまいますね。はい。あ、でもここも結構いいね、来てみてよかった。うん、ちょっと間違えちゃったんだけど、こういうちっちゃいお寺もなかなかいいですよね。はい、まあ、こういうこじんまりとしたお寺もまあいいですよね。うん、あ、中入れるのかな、入れそうですね。はい、ワットプラケオ、おー、なんかブラックテンプルなのかな。違う No? No, it's a Sikhi temple. Sikhi temple? Yeah, at the Chiang Rai very beautiful temple. And the black temple to pray? Black temple, はい、ブラックテンプルではないらしい。町のテンプル、まあいいや。とりあえず、ここも観光名所の一つなので、回ってみましょう。はい、一応撮ってもいいみたいなね。